雑談しちゃう？どうもルキでございます。おばんでございます。今日の動画なんだけれども、まあ皆さんご存知だと思うんだけどね。私、人生初の新型コロナウイルスにかかってしまいまして、まあもう無事生還したんだけど、ちょっとその時のね、話をしてみようかななんて思います。で、まあ今もう全世界的にね、新型コロナウイルスってもう、まあインフルエンザとか普通の風邪にこう格下げになってるじゃない？で、なおかつ、もしかかってもその隔離だとかなんとかっていうのも結構甘くなってんのよ。で、そんな中で気が緩んでたんだね、俺ね。今までもう、最盛期にならないで、なんかこう、みんなの関心もコロナから別のものにこう行ったりとか、してる時になっちゃうっていう。もう全てのね、ものにね、もうね、波に乗れねえんだよ、俺、本当にね、本当。すいませんね、はい。というわけでちょっとコロナになった話したいと思います。で、先月の、ちょっと話になっちゃうんだけど、10月の15日の日曜日、今これカレンダー見てんだけどね、10月15日の日曜日に、なんか、朝ね、なんか風邪っぽいなと思ったの。で、それで、外出てたのよ。で、風邪っぽいな、なんだ悪いな、って仕事で出てて。で、それで帰ってきて、その日の夜に、39度も熱出た。ぐわーって上がったの。ぐわーって。で、39度の熱なんて、小学生の頃以来。で、もうほんと殺してくれって感じ。今すぐ、YouTube チャンネル、ね、消したら、この熱が下がるんだったら俺消してた。アンチも喜ぶしね。ね。そうだべ？だと思うんだ。ポワワマン。はい。で、で、日付が変わって16日の朝方、もう辛抱たまらんくなって。びっくりした。辛抱たまらんくなって。それで、麻布耳鼻咽喉科っちゅうとこ行った。で、で、一応発熱外来ってことで行って、で、それで、LINE の音、変えたんだけど、びっくりするね、これね。で、それで、発熱外来ってことで16日に、麻布耳鼻咽喉科行ったんだけど、無事コロナですと言われて、あ、ついに俺もコロナかと。ね、ちょっと前だったら、金入ったなと思ったんだけどさ。はい。で、それで、あれやこれや薬もらえまして、で、それで、熱はすぐ下がったんだよ。16日の、その月曜日のその日の、もう夕方ぐらいにはもう平熱になってた。で、なってたんだけど、今度、何が起きたかっていうとね、俺の体の中で何が起きたかって言ったら、そっから10日間、もう、気管がおかしいって。今、タバコ吸っててお前何言ってんのって話したんだけどね。気管がおかしくて、で、それで、もうそれでも辛抱たまらなくなって、週が明けて、3か4ぐらいに行ったんだわ。あ、違う。22の日曜日に行ったんだよ。呼吸器系の。で、そしたら、そこでも、もう薬もらったんだけど、あまり大したことなくて。で、それで、26日ぐらいに、くしくもね、初代ロッキーが通ってる、もう、呼吸器系専門の、牧田病院っていうとこあんだけど、新小鳥に。そこ行って、で、それで、急にとかなんとかもらって、3日、4日、5日ぐらいかな。で、やっと治ったっていう。で、その後も検査して、今の検査薬もね、これあんだけどさ、これあんまり。ね、これで、やって、で、それで陰性だったから、まあ無事今ね、こう活動やっと再開できたっていう。2週間かかったよ。で、俺ノーワクチンなんだよ。ノーワクチン。だけど、別に、なんだろう。後遺症ないし、さして重症化してないし、
まあ、良かったなと思うんだけど。で、俺何がびっくりしたかって言ったら、前ってさ、新型コロナウイルスが陽性だった人って、1週間とか10日隔離だったんだよ。で、保健所に届け出しなくちゃいけなかったの。で、それで、もう1週間と、なんかポルターガイスト起きてるのか。で、それで、1週間娘じゃねえよ。1週間から10日間は、もう自宅療養だったんだけど、今5日じゃん。しかも発症から。で、俺これ動画のネタになるなと思って、発症から5日後、もう症状が気管がちょっと苦しいぐらいの時に、まあ、さっきも見せたけど、これをやってみたのよ。バリバリコロナ陽性さ。はぁ？つって、2秒で出たもん。15分待ってくださいってやつが2秒で出たんだよ。陽性。だから、多分だけど、今周りでね、新型コロナウイルスになっちゃったって、初めてなった、またなっちゃったっていう人が、じゃあ5日経って、会社にね、出てきたりなんなりって、なった場合に、まだコロナの場合があるんだわ、これ。で、それをね、すごいね、ああ、そんなもんなんだな、今、と思ってさ。とにもかくにもね、まあ、いろんな意味でこう、まあ、いい体験になったなと思ったんだけど、なかなかどうしてね、辛かった。本当に。もうずーっとまずもうベッドに寝てるでしょ。ベッドに寝てるでしょ。もう背中痛いしさ、動画はさ、上げれんしさ、気分も悪くなるしさ、なんかさ、仕事は進まんしさ、そんな感じでもう多方面にいろいろ迷惑かけちゃったんだけどね。まあそんな感じにね、今ちょっとコロナから無事、復活しましたんで、特にネタなかったんで、コロナの話したっていう、ただそれだけっていうね。今日視聴者さんに会ったんだよ、コンビニで。女性の視聴者さんだったんだけどね。で、ロッキーさんって、釣り動画いつ出すの？どうも、北のロッキーです。今日の動画のタイトルはハイドンって、いつやるんですかって言われて、釣り行ってないんだよね。出せないんだよね。って言ったんだよ、俺。たら、ロッキーさんは、札幌人の日常はいいです。それがメインだと思います。でも、札幌人の日常と、釣り動画出してれば、それでいいと思います。それの方がもっと伸びると思いますって、言われたっていう、そういう締めでございました。ここに来てみや。ここに来て瞑想してんのかって言おうと思った瞬間に iPhone にも邪魔されるっていう落ちぶれた北海道のキングです。北のロッキーチャンネル。